ガクトさんからの投稿です。ご子息について。いつも動画拝見しております。自分は男性なのですが、日常で意味もないのにご子息を触ってしまうことが多々あります。ご起立するわけでもないのにです。そんな人が他にいるのか、それの対処法を動画などで聞いてもらいたいと思います。これからも頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。自分のご子息意味もないのに触ること、ある 73.3%、 ない 26.7% です。ありがとうございます。参加してくださった皆さん、ありがとうございます。触ってますね皆さん。無意識にとかね、あと勉強中眠くなるとなんとなく触っちゃうとかコメント来てます、すでに。旅猫さんからいただきました。ありがとうございます。自分も部屋着の時は無意識に触れてしまうことが多いです。触ってもいいけれど、スマホや他のものをいじれば赤で汚くなるし、また手指が汚くご子息を汚すこともあるかもしれません。ウェットティッシュにアルコールを湿らせてちゃんと手を拭くことを心がけてはいかがでしょうか。またデニムを履いている時は触りづらいと思います。デニムのような硬いズボンを選んでは。社会人でスーツを着ていて無意識に触るようならちょっと位置ずれもあるのかもしれません。位置ずれならばトイレで、そうでない時はベルトのバックルを締め直したりするのはどうでしょうか、というふうにいただいております。あ、でもわっちもなんか暇な時とか乳揉んでるかもしれない。なんかこうね、ふーってこう背中を丸めた時に、お、乳だって思うとね、乳って言ってね、お、柔らかきものだね、やっぱ肉の塊だからねとか言ってね、ありますよ。うん、だから別その、いや、さすがにね、外でさ喫茶店とかで乳揉んでたらやばいなって思うけど、わっちの中では家の中だから別に、まあ、気にしてなかったな。気にしろよって話かもしれないですけど、だから触ること自体は、まあ、結構いるんじゃないですか。今日のアンケートでも7割が、触っちゃうことあるっては言ってるので、まあ自分だけじゃないよっていうこととね、うん、そう、あとは、なんか落ち着かないなとかっていうことがもしあるのであれば、ぜひ自律神経の本とか読んでみたりとか、あと他にもですね、こういう説あるんじゃないか、こういうやり方あるんじゃないかっていうのを結構、コメントでいただきましたので、それを参考にしていただいて、ご自身の中でいい、ご子息との向き合い方を見つけていただければなと思います。